こんにちは、リュート工房の松尾です。今回はですね、11月24日、箱根紅葉真っ盛りの中をツーリングしてきました。実は11月7日、14日と行ってきたんですが、ほとんど紅葉なし、やや色づき始めという状態でした。今日真っ赤な紅葉見れたらいいんですけどね。コースはご覧の通り、青松バイパスを走り抜けて箱根旧街道七曲り、そして小涌園前を通って強羅公園、箱根金太郎ラインを通って足柄山、近井の丘公園を通って山中湖、そして道志道を走って帰ってきます。もう道中ですね、真っ赤なもみじが盛りだくさんで、とても楽しいツーリングになりました。はい、まずは青松バイパスですね。こちら箱根方面に向かって、新道を通って宿毛川インターチェンジを降ります。遠くの山がもう色づいてますね。期待が高まります。そして旧道七曲りの入り口、畑宿のバス停からですね、ここからが七曲りのスタートです。果たして綺麗な紅葉に会えるのでしょうか。画面左下にですね、11月14日に撮影した同じ場所の景色を動画を載せています。やっぱり色全然違いますね。11月14日の方はまだ青々としてるんですが、大きい画面の方、こちらところどころにですね、赤い木が見え隠れしています。明らかに紅葉が色づいてますね。そしてオートバイの方、NC750XDCD になるんですが、この道を走ってる時はですね、だいたいスポーツモードで楽しんでいます。でおそらく今3速、そして減速すると2速に落ちてエンジンブレーキがかかると。なんかこの仕組みとても面白いですよね。でエンジンの回転がそんなに上がらないですね。5000回転ぐらいまで頑張ってもそれでブーンと行くんですが、まあぶん回してるという感じは全くありません。もう低い回転からドコ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 っと力強く地面を蹴っていってくれる、そんな感じの乗り味ですね。さて再び景色を観察しますと、まあ綺麗ですね。真っ赤な木がたくさん見えます。これが見たかったんですよね。もう先週はですね、実はあんまり言いませんでしたけど、この青々とした道にかなりがっかりしてました。今週はこれ非常に綺麗ですね。でいつもはこの道はですね、ブンブン走って行きたくなるところなんですが、もう今日は非常にのんびり走ってますね。綺麗なもみじを見かけるとついついスピードとほっぺたが緩くなります。あれ、はい、お蕎麦屋さんまでで七曲りはおしまいですね。そして次やってきたのが、強羅公園です。こちらもですね、2週間ちょっと裏切られ続けておったのですが、まあ、こんな感じです。全然色が違いますね。これでね、やっと箱根に来たってそんな感じですよ。実は左下の画面の右下にさらに小さく先々週の絵が載せてあったんですが、もう全く違いますね。やはり箱根の紅葉というのは11月下旬に来ないといけないだろうなと、まあ思いました。そ
して、こちらガラスの森美術館の前のあたりでしょうね。もうどこもかしこも真っ赤っかです。素晴らしいですね。そしてここからはやはり、紅葉の全くないと思っていた金太郎ライン、箱根金太郎ラインに向かいます。まあ、入り口が見えてきましたねと言っておきながら、曲がり損ねてしまいます。で、仕方がないので、先週 U ターンして転んだんですよね。それを脳裏によぎりながら U ターンします。はい、今日は大丈夫でした。はい、気持ちを取り直して金太郎ラインに入ります。そしてこの道、赤くなる木はほとんどないんじゃないかと実は思っていたんですけれども、そんなことなかったですね。ところどころ綺麗なモミジがたくさん見て取れました。ここはちょっと先週の動画がなかったので、今週の A だけですけどね。いい感じですね。落ち葉も綺麗に掃除されていますし、そして金太郎ラインの終点近くにですね、地蔵堂地蔵公園というところがあります。ここはですね、春先桜が満開でとても綺麗なんですよね。で、この今右手に見える、まあお蕎麦屋さんなんですが、こちらがですね、どのお蕎麦にもキノコがふんだんに入っていて、とても美味しいです。で、今日はお蕎麦食べるつもりはないんですけれども、まあもみじを見たいのでちょっと一旦下まで降りてきました。こちら路線バスの、U ターンする場所なんですけどね。そして、問題の金太郎もみじです。左下に先週の動画を載せておりますが、飽きてですね、先週ここで立ちゴケしちゃったんですよね。立ちゴケ、 U ターンゴケで、私正直ね、これ足で支える自信はあったんですよ。まあ7班がこんなに重たいとは思わなかったですね。ちょっと油断してました。そして、右上、そうですね、今週は U ターンせずにただ振り返ってもみじを確認しています。ちょっとめめしいですね。まあちょっと先週の失敗を顧みながら、再スタートですね。そして、足柄万葉公園、こちらもかなり綺麗だったんですが、ちょっと降りてると時間がなくなりそうだったので、まあ眺めながら通過ですね。まあ、皆さんやっぱり記念撮影をたくさんしてますね。本当に綺麗な公園でしたね。そして、足柄峠を通り越して誓いの丘公園ですね。ここからの景色を期待して、時間をこちらに振り分けました。富士山真正面です。ところが風が強くてね、ひどくてね、寒いんですよ。これが景色は最高ですね。NC750X、 なかなか富士山がよく似合うバイクですね。まあ私気に入ってるんでね、褒めることしかしません。まあ前半はここまで、後半の動画ではですね、この後山中湖を通って道志道を巡っていきたいと思います。どうぞ後半ご期待ください。
チャンネル登録、高評価お待ちしてます。ありがとうございます。